飛べの、華麗なる興奮。平野耀と仲間たち、東京ドームを揺るがす大舞台。飛べエンターテインメントのアーティスト陣が総力を挙げ、驚きと感動の東京ドーム公演を3月に開催決定。そして、その熱狂の瞬間を世界中のファンに送るため、初のライブ配信が Amazon プライムビデオで実現します。この記事では、平野潮、神宮寺雄太、岸雄太らナンバー、 愛を含む多彩なメンバーたちが、飛べの力強いエンターテインメントの旗を掲げる様子を余すことなくご紹介します。飛べエンターテインメント、世界に向けた大胆な一歩。今年3月、滝沢秀明によって設立された飛べエンターテインメントが、その存在感を全世界に知らしめるべく、東京ドームでの初コンサート、トゥーヒーローズから飛べファーストスーパーライブを開催します。この歴史的な瞬間は、なんと、 プライムビデオを通じて約230の国と地域で独占ライブ配信されることが発表され、ますます注目を集めています。華やかな共演者たち、飛べのアーティスト陣が一堂に会するこのスペシャルなイベントでは、三宅健、北山博光、ナンバー、アイ、平野志洋、神宮寺裕太、岸優太、インプ、大東拓月などが勢揃い、豪華メンバーたちが共鳴し、 東京ドームを舞台に繰り広げるパフォーマンスはエンターテインメントの新たなる基準を提示すること間違いなし。戸部代表滝沢秀明の熱いメッセージ。戸部エンターテインメント代表取締役である滝沢秀明は、戸部のアーティストが世界に羽ばたくきっかけとなる大変大きな取り組みです。この歴史に残る瞬間を皆様の目でご覧になっていただきたいと熱く語ります。戸部は今後、 日本のエンターテイメントを世界基準へと進化させ、グローバルで受け入れられるアーティストのプロデュースを加速していくとの展望を示し、ますます期待が高まります。ブライムビデオを通じた世界への発信。ブライムビデオ、ジャパンカントリーマネージャー小玉隆も、彼らのパフォーマンスを待ち焦がれていたファンの皆様には、ブライムビデオを通して思う存分ライブの熱気をお楽しみいただければと期待を寄せます。 トベのアーティストたちの興奮と感動が、プライム会員なら追加料金なしで視聴可能なこの特別な瞬間に詰まっています。トベエンターテインメントの未来への期待。トベエンターテインメントの未来は明るい。この特別なコンサートが、日本のエンターテインメントを世界へと広げ、グローバルな舞台で輝くアーティストを輩出するきっかけとなることでしょう。トベ代表、滝沢秀明の、日本から、世界へというメッセージが、 この一大イベントを象徴しています。トゥーヒーローズから飛べファーストスーパーライブは、プライムビデオにて2024年3月17日に独占配信。飛べエンターテインメントの未来を切り開く興奮に満ちた一大イベント、お見逃しなく、飛べエンターテインメントが送るトゥーヒーローズから飛べファーストスーパーライブは、日本のエンターテインメントの歴史に残る瞬間となることは間違いありません。 東京ドームでの初コンサートがプライムビデオを通じて世界に放送されることで、飛べのアーティストたちが世界に羽ばたく新たな一歩を踏み出します。豪華な共演者たちが一堂に会し、東京ドームを舞台に繰り広げられるパフォーマンスは、エンターテインメントの新たな基準を提示するものとなるでしょう。トベ代表、滝沢秀明の熱いメッセージからも伝わるように、トベは今後も日本のエンターテインメントを世界基準へと進化させ、 グローバルで受け入れられるアーティストのプロデュースを進めていく決意を示しています。プライムビデオを通じて世界中のファンが同時に視聴できるこの特別な瞬間は、トベエンターテインメントがその存在感を世界にアピールする重要なステップとなります。トベの未来は明るく、このコンサートが日本のエンターテインメントを世界に発信する契機となり、グローバルな舞台で輝く才能あるアーティストを輩出することを期待しています。トゥーヒーローズ カラトベファーストスーパーライブは、プライムビデオにて2024年3月17日に独占配信される予定。興奮と感動に満ち、過去の一大イベントをお見逃しなく。